ず最初に自己紹介をお願いします。はい、中学3年生の一ノ瀬美優です。静岡出身です。おー、お願いします。お願いします。静岡同じですね。同じですね。サプラ研究生で私と美優だけ。マジで嬉しい。やった。じゃあまず趣味何？趣味は最近始めたんですけど、パン作りが好きです。おお、え、何作るの？ベーコンエピとか、メロンパンとか、ベーコンエピとか。ベーコン。めっちゃ作ってる。え、なんかそれさ、自分でさ食べたりしてる？家族にあげたり、友達に渡す？大体自分で食べて、でお母さんがベーコンエピ好きだから、え、今から作っていい？で、海苔で作ってお母さんに食べさせます。食べさせるんだ。自分でも食べるよね。めっちゃ食べます。じゃあ今度ちょっと持ってきてください。じゃあ特技はこのちょっと特技を今探してまして、で探した末にちょっと今お見せできないんですけど、なんか長座体前屈とかはすごい苦手なんですけど、なんか後ろにするのがすごい得意なのか分かんないですけど、なんかめっちゃ後ろに沿ってこれが体でこうなって、なんか足とここなんかうつ伏せになって寝っ転がってこう、そう、こっちが頭で足が頭と足がくっつく。ああ、それだ。ちょうど体前屈ではなく、逆バージョン。なんか背筋行き過ぎたみたいな。多分。じゃあ今度ちょっとそれ見せてほしい。また今度。はい。見せます。見せてください。最近の悩みとかあります？あるんですけど、ちょっとこれは解決全然できるんですけど、スマホの容量がちょっと足りなくって、写真がなんか撮れなくなっちゃう。あと東京行くとスマホが使えなくなっちゃう。ああ、暇な時はこうやってずーっとスマホが使えないから。ぼーっとしてるの。ぼーっとしてる。それかスマホのカメラロールを一生見てるだけです。おお、じゃあスマホよく触る方ってことだよね。え、めっちゃ暇さえあれば。もう暇さえあればもう家でもずーっと寝転がりながら、見てる。ああ、Wi-Fi がないからね。Wi-Fi がないのが一番。それが最近の悩みなんですね。最近の悩みです。じゃあ次はカラオケとかで何歌う？なんかお箱っていうお箱は決まってないんですけど、そのあいこさんが好きなので、あいこさんのカブトムシとか、あとめっちゃ難しいんですけどボーイフレンドとか、そういうのお母さんがよく歌ってたので、その影響でめっちゃ歌ってます。お母さんも好きなの？お母さんがもうその世代だから、あいこさんとか、安室奈美恵さんとかめっちゃなんか聞くんで、それちょっと耳で覚えて歌ってます。歌ってるんですね。え、じゃあ今度聞かせてください。なんかよくだけどさ、口ずさんでるイメージあるかも。え、本当に？多分気づいてないかもしれないけど全然気づいてないかも。よく口ずさんでるイメージだから、じゃあ今度ちょっとちゃんと聞かせてほしい。楽しみだね、歌ですね。じゃあ憧れのアイドルは誰ですか？憧れのアイドルさん、あの超ときめき宣伝部さんの須田。おお、本当にかわいい、かっこいい。あともう一人いるんですけど、私の今目の前にいる人なんですけど、なんかもうめっちゃ身近なんですけど、身近っていうかなんか天の上の存在みたいな、めっちゃキュンで、超かわいいし、なんか歌ダンス、なんかもう、あ、これはもう素晴らしい、もう見られるしかない、ね、何それ。もうルビちゃん見てるとこんな、ね、なんか照れるな。そんなこと言われる予定じゃなかったからなんか照れちゃうけど、キラキラしたアイドルになりたいんですね。です。なれますよ、絶対に。ルビちゃんみたいなキラキラしたなりたいです。じゃあ初パフォーマンスとなる10月20日のライブの注目ポイントをちょっと教えてください。はい、私はさっきあの言った通り、ちょっと元気で明るいのが長所だと思うので、皆さんミュウの笑顔をたくさん見てください。めっちゃ笑顔で
もうキラキラになって踊るので、よかったらこのキラキラのミーを見に来てください。おー、じゃあみんなのことをいっぱい見て踊るってことですよね。もうミーもキラキラで、みんなもキラキラ、あ、みんなもキラキラにします。おー、キラキラ、キラキラパワー、キラキラパワーをみんなに渡すんですね。はい、最後にファンの方へメッセージをどうぞ。はい、まだまだ未熟な私なんですけど、みんなをミーの虜にするので、よかったら皆さん応援よろしくお願いします。もう虜になった人いるんじゃない？この動画を見て虜になってね、ドアップかわいい。じゃあいっぱいたくさんの人ね、虜にしていきましょう。イエイ、ありがとう。